異世界だ。おいおい、本気で異世界だ。え、本当に俺ってこれからこの世界で魔法とか使ってみたり冒険とかしちゃったりするの？さようなら引きこもり生活。こんにちは異世界。のつば？だってこのままじゃ一人も来ないぞ。だいたいお前は上級職かもしれんが、俺は最弱職なんだ。周りがエリートばかりじゃ俺の肩身が狭くなる。募集の張り紙見させてもらいました。あこの開口は世界が選択せし定め。私はあなた方のような者たちの出現を待ち望んでいた。我が名はめぐみ。アークウィザードを生業とし、最強の攻撃魔法爆裂魔法を操る者。俺の考えていた異世界の暮らしと違う。愛の聖司さん、突然ですがあなたはキスをしないと死にます。お帰りください。死神は間に合ってます。よし着いたぞ。いいかアクア、今のうちに言っとくが絶対に暴れるなよ。分かったか？ちょっと何言ってんの。宗教か、新手の詐欺か。人の話は最後まで聞きましょうね。このスバ、もう日本に帰りたい。募集できた仲間があれだし、この世界で生きていくのは甘くない。募集の張り紙見させてもらったの。まだパーティーメンバーの募集はしているだろうか。あ、募集してますよ。と言ってもあんまりおすすめはしないですけども。女騎士、それもとびきり美人の。年上の美人相手ということで緊張し、若干上ずった声になってしまった。長い引きこもり生活の弊害だ。そうか、よかった。あなたのようなものを私は待ち望んでいたのだ。私の名はダクネス。クルセイダーを生業としているものだ。ぜひ私を、ぜひこの私をパーティーに。シャイサブロー。さすがは女神、身を挺しての時間稼ぎか。黒より黒く、闇より暗き漆黒に我が真紅の根高を望みたもう。覚醒の時来たれり、無病の境界に落ちし断り、無行の歪みとなりて現出せよ。踊れ踊れ踊れ、我が力の本流に望むは崩壊なり、並ぶ者なき崩壊なり。万象等しく怪人に騎士、深淵より来たれ。これが人類最大の威力の攻撃手段、これこそが究極の攻撃魔法、エクセプローション。これが魔法か。のつば？見つけた。そこまでその女とできてたなんて。どうして今までそんな素振り。だってアイノ君、私のこと好きだよね。でもその女とキスしたんだよね。え？アイシケーネ？今すげえいい流れだったのに。まずはそのさっきみたいに生き返らないようにズタズタにしてやるわ。
アイノ君どいて。そいつ殺せない。おい死神逃げるぞ。起きろ。ネタフリなんだろなあ。早くその泥棒猫放しなさい。くそ見捨てられっかよ。理解したくてもできねえ。なんだよこのキラキラふわふわ空間。これもこれも。こんなありがちなアイテム俺が本当に死んだって言うのかよ。何やってんだよ。その声はコナリさん。いやくぅ、見てこの顔、すっごい可愛くない？めっちゃ天使じゃない？はぁ、あ、いえ、グリちゃんのたまに見せるマジ顔たまんないよね。こんなおっさんが神、そしてまさかのグリの父親。ここは君の世界などではない。しかし、ここに限界するとは誠に奇縁だ。はい、ダーリン、あーん。何これ。はい、ダーリン、あーん。裏側にあるスイッチを押してこの拘束解いて。まあ、やってやるよ。あっ、久しいな、カズヤ。誰？この恩知らずだ！お、おや、お出ましじゃ。つぐもも、きた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 ！カズマ、今度こそもうダメだ！ぶつかる！ガブリルが一人、ガブリルが二人。
手紙を書きましょう。同じ部屋なんて運命かも。あなたの伝えたい気持ちを。お母ちゃんに手紙を書くんです。初めて馬娘さんと走れたとか。了解しました。それに鈴鹿さんと同じ部屋になれたとか、チームに入ったとか。あ、来週デビューするとか。はい、後で請求書をお渡しします。